どうも、不動産芸人のセラッキョです。イエーイ。さあ、というわけで本日は正直不動産2の第1話の解説動画でございます。さあ、昨日ですね、 NHK の方でドラマ正直不動産2の第1話が放送されました。それを受けて僕も実際にそれを見てめちゃくちゃ面白かったんですけども、そんな内容について様々お話ししていければというふうに思っております。この動画の中にはネタバレ含む部分もあるんですけど、僕の方で必ずここからはネタバレを含みますみたいな感じで言うので、まだ第1話見てないよって方はそこまでで一回止めて、第1話をオンエア見てからこの動画を見るっていうのがいい楽しみ方なんじゃないのかなと思っております。実際にですね、内容の説明以外にも補足だったりだとか、また僕が思った疑問点だったりだとか、またツッコミどころ正直結構あったんですね。やっぱりこう実際に不動産の業界にいてトップ営業マンだった僕だからこそ言えるツッコミどころなんかをちょっぴり忖度なしでいきたいなと思っております。ただ僕ヤマピーが大好きなので、ちょっとそこにだけ忖度しちゃう可能性はありますけども、僕は別に NHK から PR の依頼をもらってるわけではないので、とにかく僕が思ったことをド直球でお話ししていければというふうに思っております。それでは行きましょう。ヒアイエゴー。さあ、というわけで解説の本編入っていくわけでございますけども、その前にちょっとだけお話ししておきたいことがありまして、実はですね、昨日をその正直不動産2のオンエアをリアルタイムで僕見られてなくって、で録画してたんですよ。でもその録画の機能というか録画の設定を失敗しててやばってなって、見られへんやんってなって、急いで NHK オンデマンド契約してお金払ってみました。僕そもそも受信料払ってるんで、今月 NHK に3500円ぐらい取られてます。なんで本当に本当にこの動画は NHK の PR でも何でもなくって、皆様よりも NHK にお金払った上でやってる動画なので、何の忖度もマジでないです。1ミリもない。だったらこう3500円払ったんやから、もうなんか何言うてもええんちゃうかなぐらいの気持ちになってます。だから全くの忖度もない、 PR でも何でもないので、僕が思ったことを正直に申し上げていきたいなというふうに思っております。さあ、その上でなんですけども、第1話見まして、第1話見ましたよ。ちゃんと NHK オンデマンドで見たんですけど、ディーン・フジオカめっちゃかっこいい。いや、冒頭でね、ヤマピーかっこいい、ヤマピー好きなんでみたいなこと言ってましたけど、今回に関してはディーン・フジオカ強すぎ。もう心がディーン・フジオカに持っていかれてしまってます。もうディーンってきました。もうディーンって、その思いっきりド直球でディーンって入ってくるぐらい感動しました。そんな感じの総括でした。その中でやっぱヤマピーもうちょっと頑張ってくれって感じがありました。ヤマピー頑張ってよって、まあ、あくまでもねヤマピーが頑張るんじゃなくて、その作中の永瀬っていうね主人公の、まあ、役をやってるんですけど、まあ、永瀬が頑張らなくちゃいけないんですけど、一視聴者としてはヤマピー頑張れって、ヤマピーそれじゃあかんぞっていう感じで見てたっていうのが正直な総括の部分になります。で、その上でこのドラマ、実は言うと1まで正月やったスペシャル、これも見た上で、僕がこのドラマの描写と、あと、まあ、この正直不動産の漫画の時点からずっと気になってる疑問点があって、昨日もね、まあ、別に ネタバレならないんで言いますけど、昨日の第1話にも、まあ、その勤めるね、主人公のヤマピーが勤める不動産会社の、まあ、オフィスが映るんですよね。で、そこに、まあ、そこに勤める、まあ、社員、他の社員も映るんですけど、受付嬢が2人ぐらいいるんですよね。で、
思うんですけど、あんまり不動産の仲介会社で受付嬢が2人もおる自社ビル持ってる仲介専門の会社って基本的にないんですよ。不動産仲介の会社ってそんなにそこまでのでっかい規模の店舗でやらないので、って思うと、この正直不動産の主人公が勤めてる会社っていうのは開発とかをメインにする会社なんですね。会社の規模から、まあ、想像するに。ってなってくると、この主人公のヤマピーがいる部署っていうのはおそらく仲介部門になってくるんで、この会社においてヤマピーがいる部署っていうのは花形じゃないんですよ。ひょっとしたらヤマピー別の部署から舐められてます。結構仲介部門とか販売部門とかってこう大きい、いわゆるデベロッパーっていわゆる不動産開発会社の中では窓際とまでは言わないですけど、ちょっとなんかこう花形ではない、なんかこうそんなに仕事ができない人が行くことが多い部署でして、だから結構ね、こうヤマピーかっこいいって思いながら見たいんですけど、あれ、ひょっとしたらこいつ別部署から舐められてんちゃうかっていうのがずっと気になってる部分です。で、あとその規模の会社やったら仲介部門の中にも売買部門と賃貸部門、これほぼ絶対分かれてるんですね。売買部門の人間が今日は賃貸やろうとか今日は売買やろうみたいなことが基本的になくって、賃貸の案件が入ってきたら賃貸部門に投げる、売買部門に投げるみたいな感じなんで、そこはちょっとねリアルと違う。売買もやって賃貸もやってっていうのがずっと作中、正直不動産1からずっと続いてるんで、そこだけはずっと疑問、そこは本当になんかこう拭いきれない疑問というかずっと持ってます。ただこれはドラマであり、もともと原作は漫画なので面白おかしく描写しようとか、不動産業界のいろんな事案を取り扱おうと思ったら主人公のヤマピーが売買だけとか賃貸だけじゃない方がいいので、そこはねまあまあ言うたら、まあそのなんていうかな、いろんなことを描写するための一個の演出やと思うので、そこは目をつむっていきたいなと思います。3500円払ってますけど、そこは目をつむりますね。まあそんな感じっていうのが最初に話したかったことでございます。まあ総括としてはそんな感じでございまして、じゃあその上で、じゃあ実際にこの第1話の内容の補足について話していければと思うんですけども、ここで皆さんに大事なお知らせです。ここからはどうしてもネタバレを含みます。ごめんなさい。なんで、正直ネタバレせずに第1話見たいねんっていう人は一回ここで動画止めていただいて、チャンネルだけ登録してもらって、一回 NHK オンデマンド契約してもらって、1500円払ってもらって、NHK オンデマンドで第1話見て、で、そこから帰ってくるっていうのでやってください。向こうは1500円かかりますけど、こっちは無課金でいきます。無課金大歓迎でございますので。まずちょっとここから以降は、ネタバレを含むってことをご理解いただけましたらと思います。さあ、その上で補足に、入っていくわけでございますけども、冒頭のシーン、ヤマピーがタワーマンション、自宅のタワーマンションから眺望を眺めるシーンから入っていくのをご覧いただいたと思うんですけども、この時点で皆さんお気づきください。不動産営業マン、不動産の実際に現場にいる人間もタワーマンション結構買ってます。なんで結構ネットニュースとか週刊誌の記事とかでタワーマンションって結構ボコボコに叩かれること多いんですよ。タワーマンションはデメリットしかないみたいな感じの書かれ方結構するんですけど、現職のプロが買うぐらいなんで、タワーマンションはマジでありです。これは僕自身の結論ですし、僕が去年出したこの著作の方にもタワーマンションは絶対にいい物件ですっていうふうに言い切ってますので、その部分に関してはご理解いただければというふうに思っております。さあ、その上で、で今回の第1話に関してはタワーマンションについての説明がメインで進んでいくんですよね。まあある意味タワーマンションを軸にした話になってるんですけど、その中でタワーマンションを進める主人公の永瀬、いわゆるヤマピーが、
タワーマンションのメリットってこんなあるんですよ、こんなあるんですよ、こんなあるんですよ。で、結構詳しく話していく中で、節税対策はもちろんって言って次の話に行くんですね。まあ、時間の関係とかで全部言い切れなかったと思うんですけど、じゃあなんでタワーマンションが節税対策になるのかっていう部分、これ作中で全く説明されてなかったんで、ここをちょっと補足で不動産のプロである僕から説明できればなと思うんですけど、何の税金対策になるのかっていうと、一番は相続税のことが多いです。じゃあ相続税なんでタワーマンション買ったら節税になるんだって話を言うと、不動産全般に言えることなんですけど、現金で持っておくよりも不動産にしておいた方が相続税安くなるケースが多いんです。これなんでかっていうと、例えば現金1億円持ってますってなったら、1億円に対して相続税がかかるんですね。ただこの1億円を例えばタワーマンションに買いました、1億円のタワーマンションを買いました、現金じゃなくて1億円のタワーマンションに物として持っていた、でそこで相続が発生したっていう時に、じゃあタワーマンションをいくらとして見た上でそこに税金を相続税がかかるのかって話をすると、タワーマンションのあくまでも国が出した評価額をもとに相続税がかかるんですね。で、その評価額っていうのは実際に売買される、実際に取引される金額よりも安いことがほとんどなんですよ。実際に売ったら1億円で売れるけども、評価額に関しては6000万円だったとかってなった場合は、実際に売れる1億円って金額じゃなくて6000万円に対して相続税の割合によって税金がかかるので、不動産に変えてしまう、現金を不動産に変えてしまうっていうのは節税対策になるんですね。で、その上でじゃあなんで普通のマンションよりも、普通の一戸建てよりもタワーマンションなんだって話をすると、マンションも敷地はみんなで割り割りして分割して持ってるんですね、マンションの所有者が。例えばですけど、マンション1個に10世帯入っていて10人の所有者がいたとしたら、その土地も10分の1ずつ持ってるんですよ。まあ、厳密に言うと、まあ、面積によって安分していくんですけど、で、それがタワーマンションの場合は一般のマンションに比べて、同じ敷地の大きさでも一般のマンションやったら100世帯しか入ってないけど、タワーマンションやったら1000世帯近く入ってるぞとかっていうのがあったりするんですよね。噛みましたけど、普通のマンションって100世帯、タワーマンションだったら1000世帯みたいなことがあったりするんで、土地の持ち分が小さくなるんですよ。土地の持ち分小さくなる分だけ税金がかかる評価額も安くなるんですよ。だからタワーマンションっていうのは節税対策にぴったりではあるんです。ただそのドラマの中では節税対策はもちろんしかヤマピ言ってくれなかったんで、おいもっと説明してくれるのわからんやろってなりました。ちなみに現職の不動産営業マンから言わせたら、節税対策はもちろんとか一言だけ言っちゃうと、え、なんでなんですかって聞き返されちゃうんで、絶対順を持ってしっかりと長く説明します。特に税金関係の話は結構ややこしいし勘違い生みやすいんで、っていうのがちょっとまあ現実とのちょっと乖離の部分でもあったし、補足が必要かなって思った部分がありましたっていうのが、今回のまあドラマの第1話を見てての補足の部分になってきます。で、その上でじゃあタワーマンションっていうのがテーマになってきてるんですけど、タワーマンションっていうのはじゃあ何がいいんだっていう部分で、主人公の永瀬、要するにヤマピーが言えてなかった部分、結構タワーマンションのギラギラした部分を説明しちゃってたんですね。で、これってまあ一個のタワーマンションの魅力ですよね。わかりやすい、眺望が良くってみたいな、一個のブランドになってて、そこに住んでる俺かっこいいみたいなのはもう皆さんが知ってるタワーマンションの一個のメリットではあるんですけど、これね、第1話
そのヤマピーが実際にタワーマンション紹介してるお客さんっていうのはもう結婚して子供もいる家庭なんですね。であんまりファミリーに正直そこをしてもしゃあないんですよ。そんな俺タワーマンション住んでんねんってあんまりお父さんになってから言いたいかなっていう感じなんですよね。独身の頃やってわかりますよ、銀座とか六本木で俺タワーマンション住んでんねんってでっかいフルーツの前で言いたいみたいなのはすごいわかるんですけど、結婚してからってちょっとな、むしろタワーマンション何がいいかっていうと、結婚している家庭にもおすすめなんですけど、それなぜかっていうとタワーマンションごとにしっかりとしたコミュニティできてるケース多いんですよ。これ作中の途中ぐらいで逆になんかこうコミュニティが面倒でみたいなことを言ってましたけど、いわゆる昔の団地みたいな感じで何かあった時に守り合うっていう共助し合ういいコミュニティができてるタワーマンション多いので、結構ねその東京の湾岸地域とかってなんか冷めてるイメージありますけど、そのマンションの中の自治会ができてたりするところあるんで、逆に言うとタワーマンションのコミュニティってすごいいいんですよ。結構平日の夕方ぐらい内見とか行って共用部のスカイビューラウンジとか行ったら、昔の団地みたいに子供がそのタワーマンションに住んでる子供たちがそこで遊んでたりするんですよ。要するに一個のコミュニティができてるんですよね、同じタワーマンションに住んでるという子供たち同士が。それと昔でいう団地のねコミュニティと一緒じゃないですか。僕なんか子供の時一個だけだったんで、同級生の団地の子羨ましかったですもん。団地の子同士でどんどん学校外で仲良くなるから。そういう意味で言うとお子さんがいらっしゃる家庭、またご家族、すごいタワーマンションってぴったりでして、その部分をヤマピーが言ってくれてなかったので、ヤマピー言ってよ、ヤマピー言ってよってずっと僕画面の前で言ってました。オンデマンドの前でね、地上波も終わっちゃってたんで、あくまでオンデマンドの前で言ってましたっていうのが一個のまあまあタワーマンションの話かなっていう感じですね。であとプラスで言うと、まあ細かい部分になっちゃうんですけど、まあ修繕積立金が足らなくって大規模修繕の時に、まあ一気にお金回収されるケースがあるとかっていう話してたんですけど、まあそれに関してはまあ前例がそんなにないので何とも言い切れないんですけど、何よりタワーマンションのデメリットはやっぱり修繕のお金かかりやすいので、修繕積立金とか管理費とかが新築の頃に比べて5年ごととか10年ごとにガンガンガンって上がっていくのが一番の僕は問題と思ってますね。まあそれが将来どうなっていくかが前例が正直ないんで何とも言い切れないんですけど、デメリット言うとしたらそっちの方言うべきやったんちゃうかなって、途中でねヤマピーがデメリット言うんですけど、なんかこう一気にお金がとかっていうよりも、そこで不安煽るよりも、まあどっちかというと現実的に見て間違いなく5年後は上がりますんでとかって話の方がなんかすごい、まあ、現実味を帯びててよくある話やのになっていうのは思いました。っていうのがタワーマンションについて思いましたね。でまあその上で、次移っていくと疑問点です。この第1話を見てて僕がこれマジで意味わからん、どういうことってなった点が何個かあるんで、ちょっとこれ忖度なくいきたいなと思うんですけど、途中で物件の内見に行くじゃないですか。第1話見た方わかると思うんですけど内見に行くんですね。でその時に、まあ、その新卒のやる気のない営業マンが鍵忘れちゃうんですよ。で鍵ないから見れないじゃんって言って、まあ、タワーマンションの1階の共用部分のソファーとかあるところで、じゃあちょっとこちらでお待ちくださいって言って、でその間に鍵を取りに行くのか誰かに持ってきてもらうのかみたいないざこざがあるんですけど、鍵ないのにどうやってソファーの部分まで入れたん、その前にオートロックあるよ、かざさな開かないよ。そんなタワーマンションの1階は誰でも入っていいとこじゃないのよ。その前の時点で鍵ない、オートロックだ、あれ鍵ないってまずなるよ。なぜそのソファーの部分まで行けたんだ、これ疑問点ですね。
まあでも100歩譲って、まあ誰か中の人とすれ違って入ってるケースはありますけど、でもすれ違ったとしても基本的にはかざします。その時に鍵ないとしたら鍵ないなって気づくんで。で、そこはちょっと疑問点でしたね。で、あとその同じシーンで、ディーン・フジオカが来るんですよ。タップダンスしながら。まあそこはちょっとすごい変やったんですけど、まあそれも疑問点なんですよ。タップダンスするやつおるっていう疑問点。まあそれはね、演出なんで、全然目をつむるんですけど。で、そこでディーン・フジオカがヤマピーのお客さんに対して直接営業をかけ始めるんですね。いや、うちやったらこんな物件ありますよって、こんな物件ありますよって、直接営業をかけ始めるんですけど、これって不動産業界でいうところの抜き行為って言われるやつで、業界のルールとしてやっちゃダメな行為なんですよ。他社のお客さんを抜きにかかるっていうのは絶対にやっちゃダメな行為で、やっちゃうともう嫌われちゃう、業界の嫌われ者になっちゃうっていう感じなんで、逆にされそうになったりしたらめっちゃ怒るんですよね。例えばですけど、僕のお客さんに対して他の不動産会社の他の会社の不動産営業マンが名刺を切ろうなんてしたら、なちょっと何してるんですかってなるんですよね。それをやっちゃってるってなった時点でヤマピーはもっと怒るべきなんです。何をあれ どうされましたみたいな、どうされましたじゃないのよヤマピーってなってました。俺3500円今月 NHK に払ってんのに、ヤマピーもっと頑張ってよってなってましたね。そこがちょっとね疑問点、ちょっとまあ普通じゃありえないような行動でしたね。で、あとその後、まあそのディーン・フジオカは何者なんだっていう風になるわけですよね。で、もともとはヤマピーと同じ会社にいた凄腕営業マンだったんだけども、みたいなことをヤマピーが後輩のこう営業マン、まあ営業ガールなんですけどの方に説明をするんですけど、で、あの人は何がすごいかっていうと、こんな感じの営業テクニック持ってて、こんな感じの営業テクニック持ってて、こういう時にはこういう風に言って、で、こんな感じのお客さんに間髪入れずに質問をして、で、こんな感じのこともできて、こんな感じの知識も持ってて、みたいな感じのことをバーって言っていくんですね。で、それを受けた後輩の営業2人が、でもそんな違法みたいなことして、いいと思ってるのかな、そんな私違法行為は絶対ダメだと思いますとかって言ってるんですけど、違法じゃないのよ、テクニックだから。別にその詐欺行為には該当しないのよ、ディーンの技術なのよ。その違法って詐欺とかじゃない、ないからさ、そこはもうテクニックなので、こううまいこと喋ってるだけだからさ、そうじゃないですか。そのあんまりテクニックのことを違法とか詐欺やとかって言わないんですよね。もう完全に詐欺やったら、事実を曲げてたら別ですけど、その なんていうかそのこう古田がここ見ながらこうやって投げたやつを詐欺や違法やって言わないですよね。達川が下のボールをこう取らないとか、デッドボール当ててたやつはあれを詐欺罪では訴えない、そんな感覚ですね。そういうことです。そこはそれすごい疑問でしたね。違法じゃないのにな、みたいな、テクニックなのになっていうふうには思いましたね。で、その上でじゃあ疑問点はこれぐらいなんですけども、次ツッコミどころが正直これも結構ありまして、一番のツッコミどころ言っていいですか。こう不動産トップ営業マンの不動産芸人セラッキョが見て、これはあかんって思ったツッコミどころ、一番のところはさっき言った内見に行くシーンなんですけど、鍵がないってなってお客さんに待ってもらわなくちゃいけないっていうシチュエーション、まあここまでは仕方がないです、鍵がないんだから。で、奥さんご主人あと小さいお子さんがいらっしゃる状況で、今から物件を見に行くっていう状況で、ヤマピーがちっちゃい子供にジュースあげるんですよ。ジュースあげたあかん、これ絶対ダメ。これなんでかっていうと、今から物件見に行くのにちっちゃい子供ジュース持っとったらこぼすかもせえへんやん。これ絶対トップ営業マンしないですよ。これなんでかって言ったら、売り主から預かってる 大事な財産
なんですよ、その物件って。タワーマンションの1億する部屋でしょ。で、まあ今回は空室の物件見に行く予定だったかもしれないですけど、居住中の物件とか見に行くケースとかあったりするんですよ。皆さん考えてみてください。自分がまあ家を売ろうと思った。また自分が住んでる家にお客さんが内見に来るってなって、あ、どうぞってあげた瞬間に、ちっちゃい子供が、こう、ジュースを、あんな不安定なコップに入ったジュースをストローでチューチューしながら入ってきたら気が気じゃないでしょ。うわ、ここの子こぼすんちゃうかなってずっと思うじゃないですか。あれ絶対ありえない。トップ営業マンなら絶対あれしない。まあ、子供にね、なんかしてあげたいっていう気持ちはすごいあるんですけど、ジュースはダメ、水物は絶対子供に渡して内見しない。これはトップ営業マンの僕が絶対にやっちゃダメな行為として一個ヤマピーがしちゃってたんで、ヤマピーあかんって、この年齢の子供に液体のもの持たせたらあかんってずっと叫んでました。それが1個目のツッコミどころ、まだまだあります。次、結構ね、こうミネルヴァ不動産っていう、まあヤマピーとは別のライバル会社とヤマピーがいる不動産会社があるんですけど、結構こう作中でヤマピーがミネルヴァ不動産が最高売上を達成するらしいとか、あのお客さんはミネルヴァ不動産でいくらで契約して、いくらで契約したっぽいだみたいな、ミネルヴァ不動産はいくらの儲けになるそうだみたいなこと言うんですけど、他社の売上なんかそんなにわからん、どこで契約したかもわからん、どうやら最近リハウス調子いいっぽいでぐらいしかわからない。普通はなんか東急のあの物件制約なったんかなぐらいの感じ、なんか今年住みともあんま良くないらしいでとか、それぐらいしか普通はわからない。なんでそんなミネルヴァ不動産の売り上げわかるんだって、すごいそこはツッコミどころです。めっちゃ思いました。で、あと次のツッコミどころ、あの購入のお客さんが来店してるんですけどって言って、実際にその今回の、まあ、第1話のメインのお客さん、タワーマンション買いたいってお客さんが来店されるんですけど、まあ事務員の方か、まあ、受付の方がちょっとマンション買いたいってお客さん来店されてるんですけどもってなった時に、ヤマピーが「あ、じゃあ俺行きます」って言ってヤマピーですって行っちゃうんですけど、ヤマピーが勝手に決めたらあかん。あれ、あの長谷川忍さん、子孫のさんのね、長谷川忍さんがそのヤマピーの上司役なんですけど、上司が割り振らないと、その反響っていう、いわゆるお客さんが来たとか、来店でお客さん来たとか、なんか買いたいってお客さんがおる、売りたいってお客さんがおるとかって、どの営業マンが担当するかって営業マンにとっての死活問題なんですよ。それが自分のところにいっぱい来ればその数だけ打席に立てるってことなんで、だからあの次8番バッター誰やったっけ、あ、じゃあ誰もいないんで俺行きますって言って、ヤマピー打席立っちゃうみたいな、ヤマピーその日8打席打ってるみたいな、で同じスタメンの選手2打席しか立ってないやつおるみたいなのになっちゃうと、それはヤマピーはその分ヒットを打てちゃうわけですよ。数ね、今日めっちゃかもなっていうような感じなので、あれはちょっと違和感がありましたね。で、あとまだツッコミどころあります。あとそれで言うと、新しく入ってきたなんか仕事できそうな営業マンの方いるじゃないですか、第1話の中で。その方が途中で電話を受けて、あー今日の料亭の件ですよね、お食事の件でって言いながらデスク立って裏にスーって行っちゃうんですけど、なんか携帯に電話かかってきた時に、そのデスクで話すればいいのに裏にスーって行く営業マンは大体裏で悪いことしてます。なんか多分キックバックもらってます。だからあんまり裏に入ることを怒る上司の方多いです。あ、ちょっとお前ここで話しろよってなりますよね。何の話してるか分からなくなっちゃうから。なんでちょっとあの描写は多分あいつ悪いことするんやろなって思いました。でも逆に言うとでもリアルかもしれないなと思いますね。実際に不動産営業マンで裏に行っちゃう営業マン結構多いんで、そこはすごい思いましたね。で、あともう一個、結構これありえへんなと思ったんは、最後実際に契約してる場所にヤマピーが入ってきたじゃないですか。ちょっとその契約待ってくださいって言って、ヤマピーあれはやったらあかん。あと
そのミネルヴァ不動産っていう実際に契約を行ってる会社、そこの若手営業マンとか部外者のヤマピーが入ってきて契約してる部屋まで通したらあかん。もう個人情報の塊なんだから。いくらの物件買うとか手付金とか実際に持って現金持ってきてるし、そこにあんまヤマピーにこうやって行かれてああみたいになったらダメ。止めないと。もうヤマピーが一番悪いやつになってたよ、あの会話昨日はね。あれダメ、ヤマピーやっちゃダメで、この契約待ってくださいって言って、まあ、ヤマピーなりの理由を言って、で実際に契約やめるって、やめたいですってお客さんが言った時に、ディーン・フジオカがね、もちろんって間髪入れず言うんですよ。契約やめたいです、もちろん大丈夫ですって。ディーン・フジオカすごすぎ。あれ売買契約書に収入印紙貼ってるんですよ。6万円なんですね、1億超える物件って。 6万円の収入印紙がもう貼っちゃってるからおじゃんになっちゃうんですよ。で契約書2通作成するんで6万で12万おじゃんになっちゃうんですよね。その12万誰が負担するんだって話になってきたら、そのミネルヴァ不動産なのかディーン・フジオカなのかみたいな話になってくるんですよ、基本的にはね。まあまあその売り主買い主に補填させるところもあるのかもしれないけど、そんなところまで全部契約書作って、それに向けて全部準備もしてきて、あの状態で契約やめますって言われて、もちろんって言えるディーン・フジオカ、めちゃくちゃかっこいいなって思いました。かっこよすぎ。ほんでヤマピあれやったらあかん、ダメ。お客さんが買うって決めてもう署名夏井まで行ってんのに。でもまあドラマなんでね、結果的には一番いい物件を買えたっていうことで、で最後ハッピーで終わっていくわけなんですけども、ただもう一点言わしてほしいことがありまして、最後の最後に実際に物件を売ってから買った方がいいみたいなことをヤマピーが言って、それが理由でお客さん踏みとどまるんですけど、一番最初にヤマピーの会社に来店した時点で、売りを先にするのか買いを先にするのか、そこまずヤマピーの方が詰めとかないと。そんな営業マンおらん。ダメダメ。あの僕らの世界で資金計画って言うんですけど、その人がどうやって不動産買うのか、まあローンをいくらぐらい組むのか、自己資金はいくらぐらいあるのか、で場合によっては買いたいと思ってもその人の資金力では買えないケースもあるんですよ。だから実際に物件買えない人に買えない金額の物件を紹介しても仕方がないわけなんですよね。そういう意味で資金計画っていうのは最初に詰めとかなくちゃいけないんですよ。でしかも売って買ってのお客さん、売って買ってのお客さんなんて一番熱いお客さんなんですよ、不動産屋からしたら。売り物件も一緒に預かれるから、で売り物件を預かるってことは買いもおのずと自分とこでやってくれることがほとんどだから、めっちゃ熱いお客さんやのにヤマピーの第一歩目めっちゃ間違えてる。売り先行で行くのか、なんやったらもう先に媒介巻くぐらいからして内見行くぐらいじゃないと。でまあ内見行くにしても資金計画早い段階で聞いとかないと。売りを先にした方がいいと思いますって契約直前に言わんとってくれ。もっと早い段階で言うてくれ。資金計画なんだから、買えないとかなる可能性あるから。そこがめっちゃ思いましたね。でさっき言った通り、売り物件売ってから買う人ってめっちゃ不動産屋にとって一番大事なお客さんなんですよ。これなんでかっていうと、購入のお客さんに関しては自由に不動産会社いつでも変えられるし選べるんですけど、売るっていう行為に関しては媒介契約っていうのを結ばなくちゃいけないんで、でその媒介契約の種類によってはこの会社って決めたら3ヶ月間はこの会社ってなる媒介契約の種類もあるんですよ。でそれでうちで売るってなった場合は基本的にうちで売ってくれるし、そのまま住み替えなんで、この会社でやった方が一番スムーズなんで、
買いも自分とこを通してくれるんですよ。だからさっき言った通り、買いに関してはどの不動産会社でもいいっていう状況から、この会社を通して買うっていう風に一個の縛りがほぼほぼできるんですよね。って思うと、あんな熱いお客さんやのに、ヤマピー一歩目間違えてるやんってヤマピーってなったんですよ。ほんで最終的にヤマピー手数料ゼロ、あんこ黒てるやん。あんこってその不動産用語、不動産業界用語でいうところの、まあ手数料を1円ももらえないケースなんですけど、ヤマピーゼロでした。今回第1話めっちゃヤマピー動いてましたけど、ヤマピーは1円も稼いでません。ヤマピーが動く分、交通費分会社がマイナスになっていってます。ヤマピーお荷物じゃないの。ちょっと歯がゆい第1話だったという風な感じの解説でございました。まだまだね、これから第2話第3話とどん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 続いていくと思います。ヤマピーのね、いい部分を見られたらなと思います。今のところディーン・フジオカの方が圧倒的にいい営業マンです。別に嘘もついてません、悪いこともしてません。ディーンの方がよっぽどいい営業マンです。ただヤマピーは人が気持ちよく契約しようとしているところを壊しに行く。嘘がつけないという理由だけで自分の正義感を振りかざして他人の契約を壊しに行くという。第1話においては一番悪いやつはヤマピーでした。くそ、悔しいですけどもね。ただ第2話以降ですね、ヤマピーの巻き返しに期待しながら見ていければと思っておりますので、これからもですね徹底解説動画アップしていきます。来週以降はですね、ちょっと今日ものすごく滑舌悪かったですけど、来週以降はなるべく滑舌よくできるようにしたいなと思ってますので、ぜひですねいいねやチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。というわけで、また第2話が近づきましたらお会いできればと思っております。以上、不動産芸人チャンネルでした。どうもありがとうございました。チンタイじゃなくてバイバーイ。